こんにちは、モータージャーナリストの竹岡圭です。今日は三菱 EK クロスをご紹介したいと思います。EK クロス、こちら、三菱の EK シリーズというですね、軽自動車ありますよね。兄弟車種で日産デイズっていうのがあったりもしますけれども、要は今日産と三菱とこう合同でですね、軽自動車を作っている、そういった形になってるんですね。なんですけれども、この EK クロスは三菱だけに与えられた顔、そしてデザインなんですね。で、特にですね、この顔、あら、どっかで見たことあるな、デリカ D5 に似てるんじゃない、正直私もそう思いました。なんですけれども、結構ね、いい感じなんですよ。このね、白いルーフと、ドアミラーも相まって、かなりね、なんかこうおしゃれな、遊び心たっぷりな車な感じに仕上がってますよね。もうこのデザインが欲しかったら三菱で買ってねっていうね、分かりやすく、分かれたわけで、非常にいいことだなっていうふうに個人的には思います。インテリアですけれども、まあ、こちらはですね、まあ、豪華バージョンっていうとね、分かりやすいと思うんですが、質感もね、結構高いです。そしてポケットエリアがね、結構使いやすいんですよ。ここがまず平らなスペースなんですけど、実はね、ここに引き出しがあるんですね。さらにここに、グローブボックスがあって、であっちにね、どのところに車検証入れがあるので、ここに分厚い車検証が入って潰されてしまうってことないんです。さらにここにボックスがあるでしょ。でここにはトレーがあって、ここにカップホルダーがあって、ここにボトルホルダーがあって、結構ですね、日本の軽自動車って、まあ、こういうの見ると毎回こだわってるなと思うんですけれども、この車は本当平らなところがたくさんあるっていうのが便利ですね。ではちょっとラゲッジ上げてみましょうか。この印のところですね。よ、これは今リアシートモースト状態です。ここのレバーをシューッと押すと、ラゲッジこんな広がるんですね。さらにドン、はい、ドン、これだけ詰めれば十分じゃないですかね。今回のですね、 EK クロス、例えばね、マイパイロットとか、そういうね、最新鋭装備についつい目が行きがちですけれども、まあそれもいいんですけどね、もっと基本的なところで私感動するところがあったんです。まずシートリフターがラチェット式になりました。そしてですね、この前のスライド、ここのレバーが大きくなったんで、すごくね、シートの調整しやすくなったんですね。あとはですよ、走り出すとき、まずシフトレバーの角度、これがすごく操作しやすくなってます。さらにオートパーキングブレーキボタンでしょ、ね、いいですか、走り出しますよ。ペダルの角度が従来よりも寝かされたので、私みたいにですね、足のサイズが小さい、そして小柄な人はとっても楽に運転できるようになったんです。まあ、こういったね、本当にね、地味なんだけど、実際こう運転を助けてくれる、そこを真面目に作ったらところが実に三菱らしいポイントだなと思ってね、どうしてもお伝えしたくてお話をしてしまいました。では行きたいと思います。普通にこの走ってる時の走り出しもスーッと軽いですし、今回トルクが全域で上がってるんですね。中間加速スッと伸びがいいんですよ。だから全体的にね、すごく力が出たなっていう風に感じます。ちょっとですね、あぜ道入ってみたいと思います。っていうのもですね、 EK クロス、こういうゆっくりしたところだと、ハンドルの打角よりもこうキュッとね、より小回りしてくれるような、そういった制御が入っているんですよね。これはハンドルもね、早く回すのが得意じゃない、まあ、女性の方とか、あとちょっとね、年配の方にもね、とっても嬉しいですね。 EK クロスですね、高速道路も意外と得意なんですね。まあなぜかと言いますと、これ CVT なんですけど、回転数が4500回転以上のところですね、こうステップでちゃんとオートマチックフル制御してくれるんですね。ただウィーンっていう風にね、うなっているだけではないので、非常にこう音的にも気持ち的にも快適に走れます。そしてですよ、こ
このマイパイロットがありますからね、これは設定すると楽ですよね。これ時速50キロ以下の時はですね、先行車がいてさらに両側の白線を認知していると、ちゃんとハンドルサポートしてくれるんですが、50キロ以上になるとね、両側の線、ちゃんと見ていれば、先行車がいなくても、ステアリングのサポートをしてくれます。でなるべくこう中央にいるようにフォローしてくれるので、遠距離ロードライブがね非常に楽なんですよね。エンジンも実は、新しくなりまして、特にいいのが中間加速ですかね、全域でトルクが上がっているんですけれども、本当にクルージングも楽だし追い越し加速も楽だし、これならちょっと遠くへ出かけてもいいかなという気分にさせてくれますよ。この EK が登場するまではですね、ハンドル支援が入っているのは、ホンダの軽自動車だけだったんですけれども、今回、EK 変わりました。そして三つ葉のデイズもですね、この装備を採用しています。このカテゴリー今までですね N シリーズの独壇場でございました。そういった傾向が強かった最近ところにちょっと大きな資格が入ってきたっていう感じかもしれませんよ。また軽自動車面白くなりそうですね。キュッと曲がってスッと戻る、ステアリングのギア比の最適化によるこう街中での性能の高さというのはもちろんですけれども、マイパイロットがついたんでね、これだけ楽だと遠出もできそうです。エンジンもパワフルになりましたしね、今軽自動車で遠くまでお出かけする方多いと思うんですけれども、このですねスタイリング通りたくましい1台でした。